あ,あ娘ももうそんな年か <laughs>、うん、知らない番号、うん、はいもしもしあもしもしはいああの涼子さんとお付き合いをさせていただいているものですああ えーと涼子さんの方から電話番号を、はい、あはいはいどうされました今日お時間を作っていただきありがとうございますいえいえこちらこそ会,い会えるのを楽しみにしてますよ、えー、ただいまよりお家の方に伺わせていただきご挨拶させていただきますはいあー今日は涼子はい、いてないんやねはいあのやっぱり涼子さんがいてしまうと、うんうん、僕もどうしても甘えが出てしまうと思いまして、うん、僕一人でご挨拶をさせていただきたいと思います 潔くて誠実であ父親としてはあ安心しましたご丁寧にわざわざお電話ありがとうございますとんでもございませんえー、待ってますのではい、はい、お待ちしておりますなんか一安心した失礼しますはいはいどうぞあらちらあらあららら,ら,ら失礼です何だ 高青年で安心しました。いやとんでもございません。そうですか。うん。洋子かこれは。まあ僕が言うのも照れさいですが、愛した男性ですか。はい。心より愛しております。うんよかったです。あのこんなチャラついた人を連れてくるんじゃないかとやっぱり父親なんか不安になっておりましたんでね。あどうぞどうぞ。失礼します。はいはいはい。あまあ洋子からはねなんかほとんどあの聞いてなくてですね。 えー、とーあの、はいまあ、お付き合いを、まあ、させていただいておりましてはいやい、はい、あの一緒になりたいっていううん、嬉しいですよ<お>それはあの寂しい反面ね父親としては僕の意思を、うん、伝えさせていただきましたでもやはり順番的には、うん、あの失礼しますお父さんに。 いや,はい、やっぱ挨拶を照れくさいもんですよ一人娘なんでね初めてなもんでこういうふうにお父さんと言われるのがね <laughs> いや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 君ああ陽子さんと一緒になること認めていただけないでしょうかうんもちろんもちろんだか君あの息の前にほら、はい、まだお名前も聞いてないから。 うん、じゃあ君、あの、名前はなんていうのかな失礼いたしました。僕もくんづけて呼びたいからさ。あ、じゅうん、よろしく、お名前は。すいません。はい。順ュジョが。すいません。あ、どうした <laughs> はい、お名前よ泣いているのか <laughs> あの、嬉しいですよ。やっぱり一人娘をね、あのー、愛を込めて育ってきて、こういうふうにあの、名乗りもせずに、すいません、申し訳ございませんでした。いやいや。 な、なんの涙でうん。緊張と、はい。こうやって対面させていただいた喜びと、いろいろが混じっております。そうですか。失礼します。お名前は、はあ、失礼しました。おやおやどうしたおやおやどうしたはぁ、あ。何をない、ない、人生のうん。ターニングポイントで。いや、あの。迎えたことに高揚感。 感じておりますいや安心しました、はい、男らしくて誠実で情熱あふれる男性でお父さんの人間性に圧倒されています父親として安心しましたいや陽子が選んだ人は間違いないなって今自信を持って言えますいやありがとうございます、うん、だから僕もお父さんと呼ばれてる方にくんづけて呼びたいから、はい、お名前は何て言うの失礼します、はい、<laughs> おやおやどうしたお名前は おやおや、どうしたお名前はなんて、こんな時に緊張してるんだよ俺、俺ああ。冷静になれって僕もね、社会人になった最初の1年目の時にね、あのー、みんなの前に立たされてね、喋れなかったことを思い出しましたよ。す,すいません。それこそ僕もね、妻をね、あの、お父様に挨拶しに行く時は同じように緊張しましたよ。はい。当時は今よりもそういうね。落ち着きました。うん。じゃあ、お名前は 玉袋のび太郎ですすい、はい、お願いしま,すお,いしますお父様。 ご結婚をしてくださいお願いします。ごめんねごめんね。僕まだねお父さんもで呼ばれた代わりにお礼としてくんズけて呼びたいから。はい。ごめんねちょっと聞き逃しちゃって。はい。うんあなた名前を聞かせてもらって。はい。はい。玉袋のび太郎と申します。お願いします。おいおい。い。お名前は。どうしても。おいおいおい。結婚がしたいです。嬉しいですね。強い意志を持っています。あの誠実でとても嬉しいです。はい。えとお名前は。あ玉袋のび太郎です。 え、それ、あだ名か何かかなうん。あの、僕はね、あの、本名が知りたくて本名で呼びたいな。その、友達同士での呼び名よりも。うん。嬉しい。こうやって、こ対面で喋らせていただくことが嬉しいです。ずっと夢見てたんです。そっかそっか。じゃあ、の、本名。本名ですよね。僕の。うん、もちろん。楽しみにしてるんだよ。うん。ごめんなさいておきたいからね、僕も。そうですよね。はい。玉袋のび太郎です。はい。 お願いしますあの、ちゃんとした名前を言ってくれるかなはい、玉袋のび太郎です伸びきってます何言ってんのはい何言ってんのあ、玉袋が伸びきってますあっはあ、はい何言ってんのはい結構許していただけないでしょうえ、はい、待名前を言いなさい、ちゃんとあ、はい、玉袋のび太郎です本名を言いなさい本名ですそんな汚いこと言うな本名です汚いことって、僕の本名、僕ですよね 僕の名前ですよね他誰がいるんだよはい、玉袋のび太郎やめなさいそれのびのびですはい知るかそんなことな、何言ってんの君すごく引っ張ればすごく伸びます毛布にもなりますお父様が寒い日には玉袋毛布で温めます汚いえ本当に君、陽子が選んだ男かあ、そうです、はいお付き合いさせていただいております玉袋カップルですはい、玉袋のび太郎ですやめろはい 名前を言いなさい玉袋のび太郎ですそれやめろ本名を言いなさい玉袋のび太郎ですいいか減にしろちょっとそんなふざけてるだろそれ僕は帰っても伸びた玉袋はここに残りますよ気持ち悪いからたそんなお願いしますあれかえ空気は中村さん達がふざけてるのかこれいえふざけておりません真剣にしゃべっておりますあの僕はね君の本名が知りたいんだよ本名を言いなさい本名は何て言うの玉袋のび太郎伸びた玉袋でお父さんの玉袋を包みたい え、どういうことだよくクがあんな男をこの番号はもしもし。もしもし。先ほど申し訳ございませんでした。くそ。あの、どういうことですかあの、人生のターニングポイント、局面を迎えた時に、緊張してしまいまして。 記憶は曖昧なんですが。君。大変失礼なこと。自分が何て言ったか覚えてますか <laughs> 言えません、今。言いましょうか、僕が代わりに。<laughs> やめてください。これ何の電話ですか <laughs> 謝罪の電話です。こんなね、<お>下品な男に、用語をあげるわけないだろうも。もちろんです。もちろんです。あの、<laughs> もう結婚を認めてもらおうなんてそんなおこかましい考えありません。洋子さんにもちゃんと謝って、ちゃんと謝罪して、一から人生で直させてください。すいませんでした。ああ。君。はい。名前は田淵隆之です。最初からそれは言いなさい。はい。あんなげきな言葉を並べて、申し訳ございませんでした。言ってくらん。はい、君が言ったことを、 言えません君名前は田渕孝之です <laughs> あ,あ君はい僕には君の気持ちが分かるよ<っ>緊張して頭が真っ白になる確かに緊張してあんなことになるのはどうかしてるよはいでも男は緊張に弱いからね<っ>今のこと全部忘れるよえ<っ>だからもう一度出直して挨拶をしてきなさい <laughs> ありがとうございます。もう一度、お父さんと呼ばせていただいていいですかもちろん。僕も正式にもう一度名前を聞かせてくれ。ありがとうございます。その代わり、はい。待ちませんよ。走っていきます。すぐ来なさい。失礼します。若いというのは。お、来た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 。失礼します。はい、どうぞ。玉袋、玉袋、玉袋帰宅。 玉袋帰宅玉きたく玉袋テーブルクロス玉袋テーブルクロス引き玉袋クロろカミングホームすっごい風でしょちょっとやめてください暴れないで玉袋は絶対踏まないでくださいよさすがに痛いから。 そう隠れようちょっと待ってくださいよ待ってくださいってちょっと待ってください玉袋ウェイティング玉袋ストちょっ玉袋のび太郎です目的は何やほんまに陽子が偉いの男なんかお前は <laughs> 正月は 正月はストーブの上に玉袋乗せてお餅みたいに膨らまします。暑さは感じないです。伸びきってるから。伸びきった玉袋ってあ暑さ感じないんですよね。ああ、痛い腕は痛い玉袋は痛点感じないのに、玉袋伸びたろうです。あ、帰れああ、帰れ そう、これがわらの入れだったら玉袋の風へ吹き飛ぶのに帰れああ僕には分からないあれは本当にでに<も>玉袋テレフォン玉袋テレフォンですもしもし玉袋もしもしそうです のび太郎ですもしもし玉袋もしもし玉袋お父さんですよねどうです僕の玉袋で一緒に掛け布団にして寝るのはよく眠れますよ玉袋の夢見させてあげます玉袋もしもし僕の玉袋を集めてぎゅっと握ってみてください天日売るよりは赤いですよ あれうわえなんだなのこのプツプツプツってなったのえなになにこの玉袋にプツプツああ、ピアノでした。ようこえー、今日はですね、えー、私の一人娘、ようこの、ああ、一応まあ恋人といいますか、恋人が挨拶をしてくださるので、ああ、じゃあ、 うん。じゃあ、あのー、これ家族のメッセージビデオだから。あ、あのー、まあ、横の、ま、あ、そうか、とりあえず名前だね。はい、じゃあ名前はどうぞ。ご紹介に預かりました。玉袋のび太郎です。まだまだ伸びそうな気がします。玉袋伸ばすのに限界なんてないんですよね。<ん>一回地球儀をくるんだことあります。ああ横

すげえ。すっげえ。これはもう二度とできへんやつや。ジャルジャルタワー